聖書の言葉をあなたへ、ハーベストタイムメッセージステーション。皆さんとこのようにお目にかかれたことも心から感謝であります。と言いますのは、昨日は東京の月例会でしたけども、私は昨日東京の月例会に出ることができなかったんです。先週の金曜日から北海道に行っておりました。金曜日の夜が北海道の市民クリスマス、これが850人ぐらい来られて、大変素晴らしいクリスマスでした。たくさんの人が信仰の決心をなさいました。土曜日に十二使徒教会というところで、午前中がクレーを使ったデボーションセミナー、午後がイスラエルと福音というタイトルのセミナーを2回いたしました。日曜日に礼拝のメッセージをして、私は3時半の札幌の東京行き飛行機に乗って、一度自宅に帰って、日曜日の夜ですね、そして月曜日に出直す予定でチケット予約していました。ところが土曜の夜から日曜の午前中にかけてドカ雪が降りました。もうすごい雪でした。そして奉仕が終わって空港に向かう途中の高速道路が雪で通行止めです。で、下の道を、渋滞の中を、凸凹道をつるつる滑りながら走りまして、20分遅れで空港に着いたんです。ああどうだろうと思ったら、飛行機も20分遅れてたんです。で、もう飛び込んだんですね。ここにチケットありますって言って、そして乗れたんです。で、ドアは閉まったんだけど、なかなか出ない、飛行機が。翼についた雪や氷を落としてますので、しばらくお待ちくださいって、30分ぐらい。そしてこれから出ますって言って、滑走路に着いてから、使える滑走路が1本ですから混んでますので、もう少しお待ちください。そのうちですね、滑走路の状態が危険状態に入ったという情報がありますので、25番スポットに引き返しますって言って、でなかなか来ないんですよ、誘導する車が。雪が深いから途中で電源が切れて真っ暗になったりして、安全には支障がありませんからご安心くださいと。で、25番スポットに連れて行かれて、で誘導しますので皆さん降りてバスに乗ってくださいって。で、滑走路に2時間いたんです。すでに東京に着く時間に元出たターミナルに戻されました。そしてこの便は欠航いたします。で、変更と払い戻しは2階の受付でっていうんですね。な、私一人じゃないんですからね、何千人という人がいるんです。変更してもらうのに2時間とか2時間半かって。それで当然月曜の朝一番でと思いますよね。ところが午後5時まで東京行きの便がない。もうそれでね、何をしたかった、もうそれは諦めて大阪行きの便を取ったんですね、昨日。だから札幌発5時半の便で大阪からここへ来たんですね。慣れない街をね、もう一度電車に乗って札幌まで帰って、もうその時間でホテルが空いてるかどうかって。そしたら空港にあるビジネスホテル宣伝が出てました。そこに電車の中から電話をかけて、とりあえず宿はあるということを確保して行ったんです。札幌駅北口徒歩2分って言うんだけど、徒歩2分ってのはくせ者だね、結構。もうこういうね、都会型のツルツル滑る靴でね、荷物持ってね、徒歩2分を雪の中を行くんですね。で、着いたらね、ビジネスホテルで安いホテルだから、だからレストランがないわけですよ。9時頃ですよ、朝から何も食べてないの。まだ食べる時間ないでしょ、もうずっとやってるんだから。で、とりあえずチェックインして、で、ありますからって言われて行くわけですけどね、もうね、行けどもね、見えてこないわけですよ。私ね、クリスマスの時の
ヨセフとマリア宿を探すのはこんな気持ちだったかなと思いながら歩いたんですね。そしてね、高瀬さんに電話したり、いろんな人に電話してね、電話番号も持ってきてないわけですよ、いつも使うものしかね。でね、東京の早川牧師っていうユダヤ人伝道の LCJ 一緒にやっている方がいまして、彼に電話して、明日どうって言ったら、いや僕明日忙しかったんだけど月例会に出ようと思ってました。そう、じゃあ頼みがある、あなたね、司会やって賛美指導やってメッセージもやってちょうだい。で彼、はい、ね、やってくれましたよ。昨日はね、東京はいつもの西村さんというゲストの方、歌のゲストがいなくて、特別な方をお願いしてたんですね。その方にも連絡を取ってね、普段よりも用意したよりもちょっと長くやってもらっていいですよって言って、そして10時半になったらですね、私はホテルの部屋で電話でつないでね、会場と、で早川先生がこうしてね、私の言葉を伝えたんです。皆さん、クリスマスおめでとうございますって。私も座っちゃおれんですよ、こう立ってですよ、こうやって。そして状況を説明したんですね。まあ、終わりましたらね、私は早速電話しました、家内にね。そして娘に、どうだった？よかった、本当によかった、もうね、不思議だ、あなたいなくてもいつものハーベストの雰囲気だ、いない方がいいぐらいだ。そこまで言わないけど、で皆さん本当にね、満足して帰られた、期待以上だったと思うとおっしゃいました。今日このメッセージをカセットテープを通してお聞きになる東京に参加された皆さん、本当に申し訳ありませんでした。本当に心からお詫びを申し上げます。しかしね、いくつかのことを学びました。それはね、クリスチャンっていいですね、あのね、慌てないのね、なんかこう平安があります。そんなね、徒歩2分のところ歩いてですね、もうびちゃびちゃですよ、雪が降ってるから、ボタ雪でね、積もって、あったかいとこ行くとね、水になってるわけ。もう僕なんか特に頭なんか感じるわけですよ、水が来るとね、もうぐしゃぐしゃですよ。それでもね、部屋に入った時に出てくるのは感謝の祈りですよ。ああ、寝るところが与えられて本当に感謝です。こういう状況でもね、動揺しないっていうのは神様本当に感謝です、もう素晴らしいですねって、もう文句も何にもないんですよ。ああ、不思議ですね、あれね、自分で何かしようとしてんじゃなくて、もうそういう状態にあるわけですね。もう一つはね、いつでも好きな時にメッセージができると思ったら大間違いですね。本当に許されていなければできない、だからいつまでも伝道できると思ったら大間違いですね。できない時が来るんですよ皆さん。ですから頑張っていきましょう、許されている時にですね。そんなことを考えながら、今年一年の歩み、そして人間はいろいろ計画自分でつくも、そういくことといかないことがある、人生っていうのはいろいろあるな。まさに私たちの人生っていうのはドラマですよね、物語ですよね。皆さんも今日この集会が終わって、そして一歩外に出て、次に何が起こるかわからない、今日お昼食べていこうか食べないで帰ろうかっていうことの選びで、あなたのこれからの生涯が全然分かれるかもしれない。いわばそうですよ、中華料理にしようか和食にしようかで、あなたの将来がボンと変わるかもしれない。そうですよ、そのように考えると私も不思議だと思います。大阪市生野区で育ち、学生時代、特に中学高校時代、神なんか信じてない、でもいつかもっと広い世界がある、この世界を見たい、もっと何かがあるはずだ、それを知りたいという願いは持っていた。でもその時に2004年12月7日大阪のグランビアホテルで200数十名の方を前にクリスマスメッセージを語ろうとは、高校3年の中川健一には全く予測もつかなかった。アメン。だから人生ってドラマだなと思うんですね。
皆さんの人生もドラマです。全然話変わりますけど、私の高校3年生の息子がロード・オブ・ザ・リングという映画が好きで、3回劇場公開見てきたんですね。で、お父さん、この映画は僕は持ってたいから DVD で買いたいって言って3巻セットになったの買ったんです。私もせっかく買ったからじゃあ見ようって1巻2巻見た。3巻目まだ見る時間の余裕がないんですね。見た方います？ロード・オブ・ザ・リングってちょっと手を挙げてみて。はい、はい、分かりました。昭和40年代以降に生まれた方は大体見てらっしゃいますね。この間のアメリカからの帰りですね、飛行機の中でいろいろ映画やりますよね。スパイダーマンってのやってました。すごいね、あれ面白いね。見たらもうめんどくさいから僕これやらないで画面だけ見てるんですけどね、パッパッパッとこうやるような。スパイダーマンがパーッシャーッて、すごいよあれ、考える人はすごい。でもね、そういうのって私どっちかっていうと冷めてます。私の一番好きな映画は裁判ものです。裁判もので弱い人が真実が明らかにされて権威が崩れていくっていうのは、あのパターン一番好きですね。だから子供に、おい裁判ものあったら借りてきてくれってですね、理屈っぽいからか知らないけど、コンピューターグラフィックスでいろいろ作ったりしてるのあまり楽しめない、僕あまり面白いとは思わない。実はなぜかというとね、ちょっと距離を置いてみると全部同じなの、あれ、あの筋書きが。もうそれが分かると、あ、またやってるなっていうのは分かるわけです。どういう筋書きかというと、4つの部分なんですよ。始まりがあります、これ平和な状態。それからその次に悲劇が起こります。悪者が来るとかね、なんか事故が起こるとかね、悲劇が起こる。3つ目がヒーローの登場です。救い主が活躍する。で、最後に解決してまた平和な状態に戻る。これですよ、全部これですよ。もう一回言いましょうか始まりがあり、悲劇が起こり、ヒーローが登場し、また平和な状態が来るって、このパターンですよ。で、人々がなぜそういうドラマ物語に感動するのかというと、実は私たちの心の中に究極的な物語を求める心があるんです。原型を求める心があるんです。私たちは愛を求めるでしょ、あるいは感動を求めるでしょ。それは究極的なものがあるから求めてるんです。私たちは夜空を見て、そしてあの彼方に何があるかと考えるでしょう。死んでも生きたいと願うでしょう。もし地上のもので満足しないとするならば、地上のもの以外の何かがあると考えて当然なんです。私たちがこういう物語に感動する理由は、究極的な物語があるんです。それは何かというと聖書です。神様の物語。だから私は毎日毎日寝ても覚めても、この神様の究極的な物語を追求し、研究し、発表し、伝え、その中を生きようとしてますから、人工的に作られたこれ以下の物語では満足しなくなっちゃってるんです。ここにこそすっごいストーリーがある。だから今日はクリスマス、この日ほど、今日がクリスマスという意味じゃない、今日はクリスマス集会、クリスマスの月例会、この日ほど神様のストーリーを確認するにふさわしい時はないではありませんか。ある方は、ああもう今日は知ってる話だと言うかもしれません。いや、知っててもいいんです。それは神様のストーリーは何度聞いても飽きるということがないんです。味わえば必ずエネルギーが与えられます。ああ、ここは知らなかったなという方、よかったですね。
神様があなたに祝福を与えようとしていらっしゃるんです。全然死ななかったという方、よかったですね。あなたのドラマは今日からいい方に向かい始めてるんです。今から私はクリスマスメッセージを4つの部分に分けて語りますね。じゃあ4ついきますよ。何かと、始まりが何か、悲劇が何か、ヒーローの登場が何か、解決が何か、この順番で誠のドラマ、誠のストーリーをこれから見ていきます。始まりです。どっから始まったのか。はじめに神が天と造りになったというところから全てが始まりました。ハレルヤ。日本人が考えている神とは全く違う神がおられる。ここから全てがスタートです。私はこういう神の存在を聖書を読むまでは知ることがありませんでした。だから神はいない、神はいないと言っていました。聖書は神は天地をお作りになったこと、そして人は神の作品であることを教えています。私が初めて教会に行って最も驚いたのは、あなたは神によって作られたと聞かされたときに感動を覚えると同時に、なんでやと思いました。そのなんでやというのはおかしい。私は小学校6年、中学3年、高校は4年やってます。そして教会に行き始めたのは大学2年ですから、プラスすると14、5年日本で教育を受けてきたんです。その間一回もあなたは神によって作られたと教えられたことがなかったんです。どう教えられていたか、猿から進化したと教えられていました。最近はね、厳密に言うと猿から進化したとは言わないんですね。猿と人間は共通の先祖から枝分かれしてきてるっていうふうに教えるそうですね。じゃあ進化論も皮肉っぽく言えば進化してるんです。よかった、笑ってくれた、通じた。一番僕が腹立つのが進化論という言葉を厳密に定義しないで使っていることです。今ゴルフクラブはここまで進化した。違うでしょう。あなたが考えてこうやって作ったんでしょう。車はここまで進化した。コンピューターはここまで進化した。進化じゃないじゃない。という言葉と一緒に人間もここまで進化した。私は猿から進化したと思ってましたんで、当時の私に伝道してもね、中川さん、あなたは神から作られました、いえ猿から、いや神の作品、いえ猿から、違います、あなたのうちには神の姿が、いえ猿から、猿から、そう言ってる時の私の顔は猿そっくりだったでしょう。というのは人はね、自分がイメージしているようにしか生きることができない。俺はダメだと思ってたらそういう人生ですよ。俺は猿からだと思ったらそういう人生。でもね、私は不思議でしょうがなかった。それにしてはいろいろ悩みがあるんですね。なんで冬空見て、大学1年の時でしたけどね、綺麗な星座見てると涙出てくるんだろうかな。なんであの女の子のことばっかり僕は気になってんだろうかなとかね、なんで音楽聴いたら感動するんだろうかなとかね、なんで悪いことした後はなんか心に黒雲みたいなのが来るのかなとかね、猿にしちゃよくできてるな
人間は自然の一部です。それが地上に生きているという意味で、と同時に自然を超越したものです。それは私たちの内側に神の姿が宿っているからです。神がどれほど大きなお方であるか、天文学の本を読むとね、地球は太陽系に属している。これは誰でも知ってますね。太陽系は我々の銀河系っていうのに属している、書いてある。我々の銀河系っていうのは円盤型をしてるって、最近の研究でね、フリスビーってのあるでしょ、こうやって投げる、あんな形してる。その一番端から一番端まで光の速さで10万年かかるんですって。10万光年、ちょっと長くなと思ってる方、10万年に近づいてる方、ちょっと手を挙げてください。考えられる、光の速さで10万年だよ。北海道から大阪まで遠いって言ったって昨日2時間弱よ、飛んだら、あの呪い飛行機で。しかもその我々の銀河系っていう中に太陽が大きいって、大きいってね、それぐらいの星が2000億もあるんだって。しかもその銀河系が何個か何千個か集まって、今度銀河団っていうのになるんだって。最近は銀河団がいくつか集まって超銀河団っていうのがあるっていうのが分かってるんです。結局宇宙はどこまで行ってるか分かんないって言うんです。神様の大きさ、宇宙の大きさを考えるとね、私のこのちっぽけな問題を神様が解決できないなどと考えること自体がもうおかしいですよね。そんなに大きな神様に仕えてるのに、なんと私たちのビジョンはちっちゃいじゃありませんか。なんと風通しの悪い話しかしてないんですか。なんと教会内のごちゃ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 した、もうどうでもいいようなことで揉めてるんですか。世の人々が滅びようとしてるのに。神様の大きさ、神様のすごさ、そしてその神がこれだけの広がりを持った宇宙の中の地球という星を選んで、その星に命を与え、宇宙一美しい星にし、そこに私たちの先祖のアダムとエヴァを置いての関係を立てようとされた。よく質問を受けます。なぜ神はアダムとエヴァを作ったんですか。寂しかったんですか。それは人間的な質問ですね。神は三位一体の父子聖霊において一つの神でありますから、完結してるんです。神の愛はそこで。神が人間を作った理由をあえて探すとするならば、それは神が愛だからです。神が愛だから、そして私たちに人生という良きものをプレゼントでくださった。私たちは神の愛が表現された神の作品です。ちょっと隣の人に言ってください。まずね、あなたは猿からではありませんって言ってください。はい、言ってください。はい、二つ目、あなたは神の愛の作品ですって言ってください。アメン。神は愛なり、神は愛なり。こっからスタートです。じゃあ今度悲劇です。悲劇が起こった。どうやって起こったのか。神が人に自由意志を与えた。それは愛の関係は自由意志の関係でなければならないからです。と同時に、人間は有限なものです。皆さんもうそれは納得しました。私は限界があるっていうのは納得しました。73ぐらいになって分かった方もいるでしょ。
人は神ではないんです。人は人なんです。作られたものなんです。牧会を始めてダメになる、疲れちゃう、どうしようもなくなる大きな理由の一つは、自分が神になろうとすることです。どういうことかっていうと、信徒の人がいろいろ相談に来るでしょう。まあね、皆さん、牧師っていうのは世間知らずのお坊ちゃまだろうと思ってたら大間違いよ。牧師ほど人間のゴミ溜めみたいな話ばっかり聞かされてる人種もいないよ、本当に。ところはね、そういう話が来ると解決してあげたくなるのね。山田さんが来るでしょ、山田さんそれは大変だってんで、じゃあ祈りましょうって言って、また3日後に来なさいって、3日間夜も寝れないぐらい悩んでるわけで、3日後に山田さんもう平気な顔してるわけで、山田さんどうしたの、あの話、あ、先生あれね、もうすぐに解決しましたってやってるわけね。で自分だけが悩んで追い込んでるわけね。つまりね、それは神様が解決してくださってるんです。私たちは導くものは神に信頼して神の解決を待つように導くことであって、私がその人の問題を解決してあげることではないんです。これはね、もうすごくそれね、言うはやすしだけども、実際に体験的に理解するのにやっぱり時間かかります。私もね、そういう体験ある、今みたいな体験がね。人間は有限なもので、神にお任せしなきゃいけないな。もう集会の時にね、すごく緊張する。メッセージの準備をする時にすごく緊張する方がいますね。私も毎回もちろんそうですけども、でもね、だんだんそれも分かってくるのは、私がこの集会を盛り上げる必要はないんです。ね。私のメッセージで、この集会を何とかしようって思ってたら疲れてしょうがないね。神様が忠実に聖書の言葉を語れば働いてくださるんです。それゆえにメッセンジャーは大きなテーマを語らなければなりません。聖書にある真理を、これは難しいだろうなとかね、これこんなこと言ったって信じないだろうとか言ってては、そこに超自然的な出来事や超自然的な神との出会いっていうのは絶対に起こらないんです。もともと神の言葉を解き明かすということは、これは超自然的な技に私たち有限な人間が召されていることである。神様の方法で、神様の場で戦わねばなりません。それがメッセージを伝えるということなんです。それが伝道するということですね。神様は人間に自由意志を与えたと同時に、ある境界線を引いて、人が有限であることを教えようとされたんです。それは人間を制限するためではなくて、人間に安らぎと喜びと命とを与えるための神様の愛の配慮でした。皆さんは子供にですね、何々しちゃいけないよとか、何時までに帰ってきなさいとか、限界を設けた時に子供を苦しめようとしてる、それともそれを守るためにやってる、言わなくたってわかるよね。でも子供の方はどう、うちの親は言わない、うるさい言わない。悲劇っていうのは何かというと、人が、神が引いた境界線を越えた時に悲劇がやってきたんです。神様はアダムとエバに、この園からどんな木からでも食べてよい、この園にあるどんな木からでも食べてよい、ただ一つだけダメだ、それを善悪の知識の木というんです。いつも私言いますけどもね、実験してみるとこれすぐ分かるんですね。一つだけダメっていうのはどういうことかって、例えば皆さん、このグランビア会場に使えることはどう？素晴らしいでしょ？ね。グランビアに来られたら、おトイレも、もうそこら中自由にね、ここ使っていいですよ。ただし、
この会場に入ったら全部自由ですけど、だけは覗かないでね。って言った途端に覗きたくなるね。なるよね。なんだろうと思うでしょう。なんだろう。全部いいのよ。いいのはどうでもよくなっちゃって、ダメって言われることだけすごい気になる。そして、まあ、ストーリーは皆さんご存知ですね。あれ、リンゴじゃないね。どんな実かは問題じゃない。善悪の知識の木。これは、アダムとエバが、取らないことを通して善悪の違いを学ぶための木だったんです。ところが彼らは、その一部になることによって善悪を知ってしまった。乗り越えたんです。境界線を乗り越えたんです。その後、何がやってきたのか。彼らに、本当の自由、本当の喜び、本当の力、それがなくなった。それは何かというと、神が引いた境界線は私たちを束縛するものだ。自分の境界線は自分で引く。つまり私は無制限に自由を求める。つまり自分が自分の人生に対して神になろうとした。そこに人間の最大の問題があったんです。それ以来、私たちはアダムとエバの子孫として罪の性質を引き継いできました。最も顕著なのは神を認めたくないということ。二つ目は、自分で責任を負えないので必ず誰か人のせいにしないと気が済まないということ。夫婦関係の中で両方とも相手になすりつけるタイプだと喧嘩が絶えないね。皆さんどうご自分の夫婦関係を振り返って、お互いにごめんねって言える関係だといいよね。でもそうじゃないと対立関係ですよ。ある場合はいつも非難する方は決まってて、受け入れる方も決まってる。もう必ずどっちかが、まあ、どっちがどっちとは言わないけども、いろんなケースがあるでしょうから。でも片一方がいつも我慢をしている。そしてそういう関係っていうのはいつか必ず爆発しますね。もう定年になった時に、お世話になりました、明日から私は自由にさせていただきます。国際政治見ていてもそうね。罪人の政治だからやむを得ないにしてもね、一言ごめんなさいって言って言った方もね、ほら見ろってそれをテコにね、攻めてくるとかね、国益がどうだとか言わないで、謝ったんだから許してあげよう、仲良くやろうねって言える国ばっかりだったら戦争なんか起こりようがないのに、そうはいかない。何が問題なのか。政治の問題なのか。政治は人の心を変えられない。経済は人の心を変えられない。教育は人の心を変えられない。人は自分でいろんなものを変えてきたけれども、自分の心だけは変えることができない。しかも、悲しいことに人はなおも意味を求め、永遠の命を求めて暗闇の中を模索しているんです。アダムとエバ以来。それが人間です。義人はいない。一人もいない。人は一度死ぬことと死んでから裁きに遭うことは定める。それが私たちの悲劇です。三番目。救い主の登場です。いよいよ。ヒーローの登場です。それがクリスマスです。それがイエスの誕生です。今私の前に
救い主イエス・キリストの生涯がパノラマのようにパーッと広がりました。これを私は言葉で皆さんにどう置き換えて伝えればいいんでしょうか。私の心は踊っています。今それはこんなに麗しい方の生涯を言葉に乗せることができる喜びです。救い主が神の御子と言われていたお方が現実の世界に、人間の世界に、有限の中に介入された、それがクリスマスです。しかしこのお方は栄光の衣に包まれて王宮に王として来られたんではなくて、最も貧しい姿をとって赤子としてベツレヘムの馬小屋に誕生してくださいました。イエスをこの世に出したのはマリアという女性です。ナザレという小さな町に住んでいました。旧約聖書に一度も名前が出てこないようなちっぽけな町の、しかも名のない乙女がメシアを世に出すという大きな役割を受けたんです。神様の新しい御業はどうやら周辺部から起こってくるようです。有名な人、中央部の人、権威ある人、能力のある人ではなくて、周辺の名もない人を通して神はご自分の御業を行われる。そして救い主が最初に、救い主が誕生したという最初のメッセージを聞いたのも、それは野の羊飼いでした。イエス・キリストの誕生の仕方は私たちに何かを語っているではありませんか。有名な哲学者、神学者キュルケゴールという人が御子イエスの誕生について、それを例えてこう表現していますね。ある国の王子が一人の女性に恋をした。非常に貧しい家の女性だ。王子はあの女性の愛を獲得する方法をいろいろ考えたんですね。使いの者をやってね、王子様がお前を召されるって言えば来るでしょう。断ることなんかできない。あるいは自分が直接言って、僕は王子だ、お前が好きになった、めとるって言えば来るでしょう。断ることなんかできない。しかしその王子はこう考えるんです。それで本当の愛の関係が成立したことにはならない。愛は自発的なものでならねばならない。お互いが与え合うものでなければならない。そこで王子は考えるんですね。彼はある日着ていた王子としての服を脱ぎ、そして貧しいを身につけて、その乙女の貧しい小屋の前に立って扉をノックするんです。それは王子が変装したということではない。王子はまさにその乙女の愛を獲得するために自らの地位を捨てたんです。王子としての栄光や特権を捨てて地に下ったんです。それほど愛を獲得するっていうのは意味があります。愛というのはそれほどの価値があるものです。それと同じように御子イエスは栄光の姿を持って王として現れて、私主だ、みんな集まれって言えば集まってきたかもしれない。しかしそれはそうせざるを得ないから集まるのであって、そこに自発的な愛の関係ができるわけではない。なぜ世界中多くの人が歴史上信仰の上に命を捨ててきたんでしょうか。
なぜ今まだ中国やあるいは専制君主の国で、あるいはイスラム圏の国々でクリスチャンたちが信仰のゆえに命を落とすんでしょうか。イエス・キリストを愛するという一点のために自ら命を捨てても惜しくないという信仰者が世界中に数えきれないくらいいるという事実をあなたはどう見ますか。私はそうできない。私にできるかしらって心配しなくていいの。今心配する必要ないの。心配すぎよあなた。ある人がね、牧師のところに来て、私はもう信仰があるかどうか分かんない、イエス様を愛しているかどうか私は分かりませんって言った人がいるんです。そこで牧師は、分かりました、いや私が言う通りに書いておらんって言って、紙と鉛筆を渡してね、ここにね、私はイエス・キリストをもう愛していませんって書きなさいって言ったら、その人が起こして、先生何て言うんですか、私はイエス様愛してるんです。俺愛してるじゃない、あそうでしたね、アーメンって言って帰っていったそうです。あなたはイエス様愛してますよ、あなたがクリスチャンだったら。そしてもしね、日本にも信仰の家に命を捨てなきゃいけないような時が来たら、私は信じますね。今は私はそういう力ない、でもその時になったら神様は力をくださるよ。で、私の愛しているイエス様はその力をくださりますよ。自発的な愛を神様は求めていらっしゃるんです。そして幼子イエスは30歳まで大工の家でお父さんの仕事を学びながら成長なさいました。途中で父ヨセフが亡くなったでしょう。彼は幼くして父を亡くすという悲しみを経験しています。このお方は貧しさというものがどういうものであるかを理解できるお方です。このお方は家族愛の尊さを理解することのできるお方です。この方は日常生活を生きていくということがいかに厳しいことであるかを隅まで理解しておられるお方です。それゆえあなたや私のことを理解することができるんです。キリストは30歳になってから公の生涯にお立ちになって、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信ぜよとメッセージなさいました。そして闇の中にあってどちらの方向に進んでいいかわからない人々に、これが道だ、これに歩めと神の国のメッセージをお語りになりました。病んでる人には癒しを与えなさいました。皮膚病で苦しみ、社会的に隔離されていた人には、その人を抱きかかえ、一番汚い、立法的にね、汚れているとされていた患部に手を置いて、私の心だ、清くなれとお語りになりました。お方はある時船に乗ってガリラヤ湖に行って、漁師たちでさえも恐れるような大嵐の中で立ち上がって、沈まれと言って嵐を鎮めることのできたお方です。そして死んで4日も経っている人に声をかけることによって、その人をよみがえらせることのできたお方であります。しかし最後にこのお方は十字架についたんです。悲惨な十字架につき、与えて与えて与えて全てを与えた後に、この方は一番最後にご自分の命さえもあの十字架の上に投げ出して、気絶そうな痛みの真ん中で世界を変えたあの祈りをされたんです。父よ彼らを許したまえ。彼らは何をしているのかわからないのです。そして最後は完了したと言い、我が霊を御手に委ねますと父なる神に祈り、息を引き取られました。世界中の人々が
このイエスの祈りのゆえにこの方を愛しなおも希望を持ち続けている。しかしこのお方は死んでそこで終わったんではない。3日目によみがえったんです。よみがえりなんて信じられるはずがない。この命ではない新しい肉体によみがえったんです。信じられるはずがない。それが人間です。弟子たちもそうだった。でも弟子たちはキリストに出会って信じないわけにはいかなくなった。彼らは命がけで伝道し、まさに殉教の死を遂げた。それが2000年前にエルサレムから始まったんです。それがエルサレムからローマ世界に広がり、ローマからヨーロッパ全部に広がり、ヨーロッパからの新大陸に広がり、アメリカからアジアに広がり、そして今はまたエルサレムに帰っている時代に私たちは来ました。今世界宣教で最先端はイスラム圏と中国、そして多くのクリスチャンがエルサレムに帰ろうという運動を21世紀になってから提唱し始めている。あらゆるところでエルサレムに帰ろうという言葉が最近聞かれる。特に今年になってから。何が起こっているのか。ヒーローが登場し、このお方は十字架につくという人間では考えられないような逆説的な方法で罪を打ち破り、死を打ち破り、よみがえり、そのニュースが世界を一巡りしてあなたのもとに、今日このグランビアホテルに来ている我々のもとに伝えられたんです。そしてこのお方は今日も生きていて臨在し、私たち一人一人をご自分のもとに来るように招いておられるんです。誰でも重荷を負って労苦している人は私のもとに来なさい。それが神のドラマなんです。4番目に解決はどこ行こうとしてるのか。それは通常の物語では最初の平和な状態、それから悲劇、ヒーローの登場、解決でしょ。聖書は解決っていうのはアダムとエバの罪によって破壊された自然界の回復、これは千年王国っていうんです。地上に再び完璧な自然界が登場する、これが千年王国です。けれども聖書は特に黙示録に入ると千年王国で終わらないで、さらにその上の新しい天と地が待っていると教えています。ハレルヤ。それはエデンの空がここから始まった。いいですか。アダムの罪によってガクンとこうなった。それが人類の歴史とともにこういうになった。やがてこれが元のところに戻る。そして最後はさらに高いところへ行こうとしている。これが神の物語、神のドラマ、神のストーリーです。神の物語がすごいのは、スパイダーマンは私たちが見てね、あ、終わったって、面白かったなって、それで終わりで現実に戻されたらね、所詮物語だわな、一生懸命見すぎて疲れたな。あれ、劇場に映画に行ったらね、満足してね、2000円価値があったなとかね、これは飲み食べてた方が良かったなとか、それで終わるんです。神の物語は違うんです。どう違うのか。それは私自身がその物語に参加することができるっていうことです。いや、むしろそういう言い方より、神が、神の物語に私たちを参加するように、私たちをクリスチャンとして召しておられるっていうことです。私の人生の物語は神の物語の一端を担わせていただいているものです。あなたの人生も神の物語の一端を担うんです。それはどこから始まるのか。誰でもここから始めるんです。それは、私は間違っていました、ごめんなさいという言葉、
二つ目はキリストは救い主です、信じますという言葉、この二つの言葉を持って始めるんです。ごめんなさい、信じます。その時にあなたの人生に本当の神のドラマが始まるんです。今日ここに集ったすべての人が、私もその神のドラマに参加しよう、私もキリストを信じて神の子として悩み始めようと決心なさいますように。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日聖書に記された始まり、悲劇、救い主の登場、そして完成、このドラマを見せていただきました。そしてクリスマスこそまさにその神のドラマが大きく飛躍した1ページであったことを確認することができました。そして何よりも私たち自身の人生があなたのドラマに参加することを許された人生であること、心から感謝をいたします。今日どうぞ神のシナリオから外れて自分勝手な道を歩んでいた方々が心から悔い改め、あなたと和らぐことができますように。敵対関係にあったもの、背を向けていたものが悔い改め、キリストの許しの御手の中に飛び込むことができますよ。助けてください。今目を閉じたままでお聞きしましょう。どうぞ目を閉じたままで聞いてください。私はまだクリスチャンになってない、今日神のドラマを私のドラマとしよう、今日私は希望に向かって、永遠の希望に向かって、天地の完成に向かって自分の人生の方向性を切ることを決めよう。私はイエス様を信じます、そう思った方手を挙げて教えてください。右手を挙げて、はい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 ですね、はい。クリスチャンの皆さん、私は救われたけれども、そういえば神様のドラマに参加してなかった、自分の恵みしか考えてなかったな、私は今日神様にもっともっと従いたい、そういう方は今右手を胸に当てて一緒に祈ろう。天のお父様、どうぞ私の人生をあなたの物語と調和したものに変えてください。私が勝つべき役割、なすべきことを具体的に教えてください。日々の生活において、家庭生活において、職場にあって、教会にあって、何をなすべきかを一歩一歩教えてください。私は物心ついた時から今日のこのような信仰者としての歩みが用意されていることを予想だにしておりませんでした。しかし神のドラマは私の人生にまで忍び込み、私の人生を麗しいドラマに変えてくださいました。心から感謝をいたします。あなたが働きを始めてくださったのですから、どうぞそれを完成と導いてください。イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。ご一緒に祈りましょう。どうぞお祈りください。メッセージステーションをお聞きくださりありがとうございます。このメッセージのアウトライン、聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございます。また最新情報をメールマガジンでお届けしています。ホームページでメールマガジンにご登録ください。